ストーリーセラーを読みました。評価は星4つ。伊坂幸太郎の首折り男の周辺に出てくる怖い男が面白かった。駅構内の1台しかない ATM を不慣れな高齢女性がままならない手つきで使用していて、その後ろに長蛇の列ができている。並んでいる人が苛立っている中で、その中のとあるいかつい大男が大声で怒鳴る。嫌な男だと思った。しかし実はその男、他の人間を怒らせないために怒ったふりをしてみせたというのだ。イライラしている人が大勢いるとき、誰かが文句をつけ始めれば他の人間はもう言わないのだと。その高齢女性には事前に、時間がかかるようだったら怒るふりをしてあげると言って了承を得ておいたそうだ。逆マクドナルド効果とでも呼べばいいのだろうか。小さな悪が増長していきそうな時には、最大悪を早めに代行するみたいな。